いくぞ。まずはガチャ。よいしょ。ジーン、すり抜けた。ほぼ点、両方ほぼ点。え、ちょっと待って。やばくね、大爆死なんだが。ああ、さすがにね。ああ、もちろん2枚抜きはないと。一瞬ドキッとした。大爆死だね。ああ。というわけで、これでレベルが90になりましたと。OK です。で、テンプレベルも、はい。とりあえずオール6。曲げれるんですが、ちょっと一旦テンプレベル6で火力検証していきましょうか。よし、これでちょっと試してみよう。おははは、すげえなるほどね。これ、運金使ったら絶対楽しい。運金さん、どこ行った？攻撃速度上げたいです。これ、やばいな。一撃一万余裕で行くな。万眼貫突とはいえ、バフ絡めれば。これで、ジーンでバフかけて、シュール。おお、やっべえ。あ、今死んじゃった。俺のサンドバッグが死んじゃった。これ、やばいかもしれん。じゃあ、アヤトの火力検証していきましょう。パーティーは、一旦一番使用感が良さそうだった。運金フィッシルベネットでプラスアヤトの、このパーティーでちょっと一回行ってみましょう。このパーティーだったらね、比較的パーティーも組みやすいですし、パーティーバランス的にもね、かなりいいと思うので。で、まずは、使用武器。オシオン武器代表、黒剣、精錬ランク5。回心率 57.8%、回心ダメージ250%。テンプは886。生物が沈輪4セット。ちょっとサブステがね、回心ダメージに相当寄ってるので、ちょっと回心率低めですが、こちらで試してみましょう。はい。まずは、バフ、何もない状態。一発9000から8000後半あたりかな。何もバフない状態で。大体そのくらいですね。で、爆発使うと、爆発のバフ込みで1万超えるぐらいか。爆発のカヤト自身のバフ込みで1万超えるぐらいですね、大体。はい、じゃあ次、他のキャラのバフも組み合わせていきましょう。フィッシュル、ウンキン。で、終焉のバフ。もう込みで一発2万超えますね。一発2万。で、さらにアヤトの爆発も組み合わせて、あ、攻撃しちゃった。まあ、大体2万から2万ちょいぐらいですね。ここからさらに感電とかも組み合わせると、手数による火力も相当伸びると。よいしょ。よいしょ。あ、攻撃しちゃった。いいですね。で、じゃあ次が、万眼貫突で試していきましょう。回心率 74% の回心ダメージ 250%。攻撃力2300ということで。黒剣であれだけ火力出るの相当やばいよね。まあいい、じゃあ何もバフない状態で。1万ちょっとかな。1万ちょっと。回心率あれだけ高くてこれだけ火力出るのはやっぱ、万眼と相性いいですね。で、爆発バフ込みで、じゃあ、だいたい1万1000から1万1500、1万2000届かないぐらいですね。爆発バフ込みで。で、ベネバフ、フィッシュル、ウンキン合わせて、2万2000、2万3000はいかない。2万2000届かないぐらいですね。よいしょ。で、この攻撃範囲の広さでしょ？うーよ、このキャラ。元素スキルの回転率がいいのも相当優秀ですね。お次、武器がギリギリの開口で、生物をちょっと回心率に変えましょう。回心率 54% の回心ダメージ252。ちょっとかなり歪にはなっちゃうんですけど、サブステの関係で、これで試していきましょう。まあ、まずは、何もバフがない状態。元素スキルだけで大体、7000から9000の間ぐらいかな。で、アヤト自身のバフを組み合わせると、1万から1万1000ぐらい。1万1000届かないぐらいの火力ですね。無凸キリギリでこんだけ火力出るのやばいな、普通に。で、ここに、
運金バフ、ペネットバフ、フィッシュのバフ3つを組み合わせると2万超えますね。無凸の星5武器でも2万超えると、使い勝手が良すぎる。いや、いいキャラクターですわ。いやー、パーティー編成の幅広いから、まあ、使って楽しいわ、このキャラ。あ、おすすめは、バンガンか黒剣で、キリギリ。この3つが基本的にはおすすめかな。で、あと、モチーフ武器の、モチーフの水色の剣ですね。まあ、この3つの中から選んであげるか、まあ、もしくは、黒剣ないっていう人は、稲妻の鍛造武器とか、もう一応選択肢には入ってくるんじゃないでしょうか。まあ、ハヤト手に入れたって人は、今まで気候買ってなかった人もね、とりあえず1本、黒剣を確保するために、今回気候課金してもいいかもしれません。祭礼はなくはないけど、いや、でも微妙かな。いや、ちょっと祭礼はまだわかんないですね。ごめんなさい。黒剣ランクごとキリギリランク1だと、それほど差、大きな差は、そうですね、大きな差はないと思います。さすがにちょっと火力で、キリギリの方が、単層分効果発動してるときは、キリギリの方が火力高いですが、まあ、そこまでめちゃくちゃ大差があるってわけではないので、いいと思います。で、相性のいいキャラか。あやとと相性のいいキャラについては、まあ、この間、ゼロさんと動画でもね、話したんで、そこを見ていただければある程度はわかるんですけど、まあ、とりあえず、運金はめちゃくちゃ相性いい。まあ、星のキャラとかの中でも特に相性いいと思ったのが、運金ベネット。と、ゆくあきシャンリですね。ここら辺のキャラはめちゃくちゃ相性いいと思いましたね。他で言うとガイア、ロサリアとか氷元素キャラとの組み合わせはかなり強いので、ナナとかカウンとか組み合わせ使ってあげるのもおすすめです。で、雷元素の中だとやっぱライデンが頭一つ抜けて相性良かったですね。ヤイミコとかフィッシュルも継続的な雷元素ダメージが与えれるのでいいと思います。で、カズハとかベンティとかこう風元素キャラで水力デバフを巻きたいときは、ゆくあきと組み合わせて先に水元素を付与してから拡散を起こして、その後にアヤトで殴っていくって流れになりますね。相性のいいキャラに関しては大体そんな感じかな。現状ちょっといろいろパーティー試して一番強いと思ったのがアヤト、ライデン、運金ベネットのこのパーティー。運金ベネットでバフして、アヤトで殴りながら、クールタイム切れたらライデンで殴って、運金ベネットの元素爆発エネルギーを貯めて、また運金ベネットアヤトって繋げていく。この2パターンのループがめちゃくちゃ強いから、このパーティーはかなりおすすめ。正直パーティー編成に関してはかなり幅が広いから、自分の持ってるキャラ次第で、好きなキャラと組み合わせてあげれば普通に強いと思います。まあ、10段階評価低く3つ持っても8点はあると思います。で、凸効果に関しては1凸が相当強そうなのと、1凸2凸がね、相当強そうなんで、黒剣とか、キリギリ、バンガン持ってる人は、武器引くよりも、おそらく1凸2凸を目指してあげた方が、あえと強くなると思います。4凸も強いし、ちょっと貫凸がね、実際に使ってみないとわかんないから、あれなんだけど、貫凸も相当いい。1凸2凸4凸全部優秀だから火力系の能力だし、どれもかなりいいと思います。で、おすすめ生物に関しては新生物の雷菌だっけな、ちょっと読み方忘れちゃったんですけど、まあ、アヤトモチーフのこの生物か、剣闘士4セット、剣闘士4セットの4セット効果もね、ダメバフ、通常ダメバフついてるので全然ありだと思います。まあ、もしくはチンリン4セット、まあ、これもね、水元素ダメージプラス 45% バフも出るんでいいと思います。この3つの中から、まあ、サブステとかね、自分のパーティー編成次第で好きなキャラを選んであげればいいんじゃないでしょうか。だけで、まあ、火力検証に関しては大体そんな感じでした。アヤカとの組み合わせ、まあ、氷元素キャラと組み合わせる分にはね、基本誰と組み合わせも強いと思います。爆発が設置型能力だから、まあ、おすすめはカウンかな。カウン爆発でアヤトで殴っても、アヤト爆発でカウンで殴ってもいいので、どっちでもよくなるから。天風鮮度、元素スキル、通常攻撃、元素爆発かな。通常攻撃の天風レベルが元素スキルの後の火力に乗るかどうかによるんですけど、まあ、多分乗るので、乗らなかったらごめんなさい。元素スキル、通常攻撃、元素爆発の順番がおすすめです。後日、徹底解説の方も出すと思うので、まあ、そちらの方もね、楽しみにしていただければと思います。はい。というわけで今回はアヤトを実際に使ってみながら火力検証したり、まあ、ガチャ引いたりっていった感じでした。まあ、ぜひぜひね、参考になったら皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。